乾杯。うわすげえ酸っぱい。トロトロすぎず硬すぎず、バランスいい朝ごはん。あんこ入ってまして赤福だ。濃厚ですね。そんなにね甘くない。この皮がね、皮が好き。すごい弾力がすごいよね。乾杯。なんだろうねこの違い。ビールめっちゃうわ味する。なかなかね気持ちのいい場所ですけど、今日はどちらに来たんですか。今日はまたね大好評の伊勢神宮の外宮の方へお邪魔してますね。好きですね。涼しいですよねここ。そうです ね, ね、こちょっと出たらもうすごい暑いんですけど。そうですね、ずっとここがいいっていうのもね。まあ前回からずっと我々外宮の参道の食べ歩きグルメ紹介させてもらってるじゃないですか。はいはいはい。なんか結構 ね店充実してたんですけど、はい、なんかたまたまね我々来た時が定休日だったりとか、そうそうそう、改装中だったりとかいろいろありましてね、はい、やっぱり一日じゃ回りきれないんですよね、はいはい、だから引き続き前回紹介しきれなかったですね、また伊勢神宮外宮の参道のねこの辺のグルメをねまたどんどん紹介していきたいなと思います。楽しみですね。それでは早速いきましょい。まずはこちら、私のはほうのきサンド。入ってるのはレタス、チーズ、ハム、トマト、卵、そんな感じですかね。まずはほうのきサンドからいただきます。こんな感じ。結構ねこの卵の半熟具合がちょうどいい。そうですね。レタスのシャキシャキ感と、なんかちょっとからしっぽい感じしませんか。うん。で私のやつね、卵がこの半熟具合がね絶妙ですよね。とろとろすぎず、うん、硬すぎず、うんうん、ちょうどいい感じになってますねこれね。本当にもうバランスのいい朝ごはんって感じですね、うん、で割とね味付けはあっさりしてる、うんうん、ね。このねやっぱシャキシャキ食感とこのチーズの塩味がねちょうどいいんですね。いいですね。またこのパンもねふわふわ、ふわふわ、うん、ね、これ本当に美味しいですね。美味しいです。こちらはフルーツサンド。もうホイップクリームとねたくさんのフルーツ入ってますよ。いただきます。たくさん入ってますよ、ね、すごいです。カラフルですね。ね、すっごいカラフル、はい、もうこれは絶対うまいやつね。間違いないですね、うん、もういろんなフルーツの味しますよね、うん、なんだろう、ほのかな懐かしさを感じる。うん、なんでだろう。だから本当に家庭的な味ですよね、うんうんうん、ね、フルーツサンドもね、ホイップクリームもそんな甘すぎる感じでもないですし、うん、なんか全体的にあっさりしてますよ ね、 そうですね。こちらのほうのきさんのね、うんうん、サンドイッチいい感じですね、うん、やっぱりこれもねパンがふわ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 で、ね、これいいね、本当に美味しいですよこれ、うん、こちらのサンドイッチね本当早朝にね参拝来た方はぜひ朝ごはんにどうぞ。おすすめですよ。次はこちらです。赤福氷ですよこれ。抹茶と多分ね中にあんこ入ってると思います。じゃあいただきますね。こんな感じ。結構甘いですね。お抹茶の味します。練乳はかかってないですね。中にねやっぱあんこ入ってまして、あんこいただきます。あ、これがね赤福だ。中に餅が入ってますね。これ見えます。だから赤福と氷が一緒に食べれるって感じですかね。結構ね甘いお菓子になってますんで、夏の疲れた時にね癒すのにちょうどいいと思いますよ。次はこちらです。夏のほうじ茶プリン。爽やかな見た目でね夏らしいですね。どんな味でしょうか。プルプルのほうじ茶ゼリーとほのかにほうじ茶の香りがするプリンですね。いただきます。ほれほれこんな感じ、うん、結構ゼリーに弾力があるかも。美味しいですね。
このねプリンはどんな感じですか。色がね普通のプリンより濃い感じ。濃厚ですね。プリンが濃厚だけどゼリーの爽やかさでちょうどいい感じですね。なんか夏にぴったりって感じしますよ。暑い日にねお参りで疲れた時にちょうどいいかもしれませんね。次はこちら。こちら串カツです。注文してからね揚げてくれるのが嬉しいですね。次はこちらです。こちらはコロッケ。もともとねコロッケ大好きなんですけど、こういうの見るとねあれが欲しくなるんですよ。乾杯。まさなんかいつもから手に何か持ってましたけどこれどうしたんですか。やっぱり豚捨てさん行ったらね、あ、はい、揚げ物ですからね、はい、ビールがいるということで、はい、また来ちゃいました。あ、はい、門谷爆酒さん、はいはいね、お世話になってますね。お世話になってます、はい、うわすげえ。あすごい。僕のやつね酸っぱい。おお酸味があるタイプ。だからこれ限定品ということで、はい、今回ルバーブコーゼっていうね、はい、ビールなんですけど、はいはい、すごい酸味がすごいですね、はいはい、ルバーブってねまあハーブみたいなものなんですけど、うん、それを使ったね、はい、ビールですよ、はいはい、夏くんのはこれね脳がとろけるウルトラヘブンとか書いてありますこれこれ、ね、アルコールがめっちゃ高いですこれ。なんかめっちゃきますよ今店の人に聞いたら 10% って。あ、はいはい、ね、ガツンとくると。ガツンときてますね。まあ、うん、IPA ファンなんで、うん、ガツンとくるのはいいんですけど、うん、結構すげえですねこれもうこれ絶対合うやつ、はい、私は串カツいただきます。私コロッケです ね、 ね。あ、うまっ、うん、あめちゃくちゃうまいなこれ、うん、本当にお肉屋さんが揚げた、うんうん、串カツラードで揚げてる感じ、はい、すごい美味しいですねこれ、はいはい、もうこのパターンですとビールコロッケ、ビールコロッケなりますよ ね、 なりますね。あ、もうガツンと気まくりだなこれ。これ酸っぱ、もう何回も言うけど酸っぱって感じ。へー、こういうのあるんだ。この本格的な揚げ物とビールぜひ一緒に。これなきゃダメですよ。次はこちら。乾杯。お、ハイボール。いいっすね。いいっすね。これね、平日はハッピーアワー90円。激安じゃないですか。すね、いいっすね。これ。ね。何杯飲んでも大丈夫ですね。これ一杯90円ですから。最高ですよね。ですね。いただきます。煮込みです。煮込みですね。これ松坂牛がちゃんと入ってますよ。入ってる。それはちなみに大根ですけどね。結構味噌がしっかり含んである感じの色ですね。いただきましょう。まさに大衆居酒屋の味ですよ。うまい。何杯も飲んじゃうんですね、うん、これ。今ね、ちょっとお肉食べましたが、はい、松坂牛を感じましたか。うん、トロ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 で分かんないトロトロで分かんない。いいっすね。うまいっすね。でもあ、こっちが半蔵、こちらが颯っていうこちらね、はい、両方とも三重県のお酒です。そうですね。地酒の颯いきます。私半蔵ってやつですね。じゃあいきますよ。はい、あ、うまっ。いいですね。軽い。私のやつは辛口ですよ、うんうん、飲みやすいですね。飲みやすい。僕も辛口だけど
すごいすっきり。もう水のように飲めちゃう。じゃあこれに合わせて、じゃん。お刺身ですよ。盛り合わせですよね。はい、いただきます。お刺身です。カツオはね、この赤身感がいいですよ。あ、うまい。もうね、流れでいっちゃいました。今ちょっと無言でもうスッと来ちゃったね。うん、いいですね、うん。お刺身も新鮮。うん、いいですね、うん。なんかまったりしちゃいますね。ですね。参拝の後にね、ちょっとアルコール入れたくなっちゃった方はこちらかな。そうですね。やっぱ一息入れたいですもんね。おすすめですよ。次はこちら。パンジュです。結構コンパクトでね、弾力、うん、有名なんですよ ね、 ですよね。早速これいただきたいと思います、はい、私ね、これ抹茶、伊勢茶、伊勢茶かですね。伊勢茶ですね。緑ですね。私は栗なんですけどね、季節違いますけど、うん、今日好きなんですね。まあいただきますね。これいただきます。やっぱり外の皮が普通のお饅頭より食べ応えがある感じ。あ、すごい弾力ありますね、うん、なんだろう、あれ、たい焼きみたい。うん、あ、これすごい美味しい、うん、美味しい。伊勢茶ですけど、そんなにね、甘くない、うん、だから、あっさりしてるから、うん、さっきのあの、赤福氷、あ、はいはい、あれはすごく甘かったんだけど、これはね、あっさりしてます。これいいかもしれないね、うん、栗はね、結構濃厚な感じ。あ、そうなんだ。感じしますね。これこしあんなんだね、全部。そうですね。そんなね、全部潰してある感じ。うん、ね。美味しいですね。あ、美味しい。この外が好きかも。この皮がね。皮が好き。すごい弾力がすごいよね。うん、なんか人気なの分かる気がする。うん、こちらパンジュ。食べ歩きもいいですけど、伊勢参りのお土産にもぴったりです。最後はこれだ。まずはスーパードライで乾杯。あー、うまいね。いいですね。いいですね。やっぱ冷えてる、うん、ほら、最高最高。なんかちょっと想像してたので違うんですけど、なんか伊勢参りの締めがこういう感じになるディープですよねもうすごい感じ。ちょっと映して、この昭和を感じるレトロな感じ、ね、おばあちゃんち来た感じしますねちょっとおばあちゃんち来た感じしますね。でもいいですね。もう駅のすぐ横だから ね、 ですね。裏って感じですよね、うん、ずっとあの下宮の参道やってきましたけど、うんうん、こちらは駅の反対側になるんですよね、うん、いいですね。たまにはね、こういう店も、まあ今回ね、初めてちょっと見つけちゃって、はい、ここはぜひ行きたいなと、と思ってきちゃったよーってことですかね。
一番搾り、まあね、食べる前に2本目です2本目いや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 ですね。あ、うん、まあ今焼きそばできたんで焼きそばいただきましょうか。焼きそばいただきましょうか。いやちょっと熱々の、うん、うわすげえな、なんかいいねこういう、すげえ久しぶりだな、なんかこういうのいいよね、うん、バーベキューやってるみたいな、うん、いただきます。熱々、あ、うまい。これね、超うめえっすね。めちゃくちゃうまいよこれ。あ、これソース味とビールってこれぴったりね、うん。すごい合うねこれ、うん。めちゃくちゃうまいねこれ。うん、これで、ね、3種類入ってますからね。ですね、素晴らしい。いろんな味が楽しめて、うん、うまい。いただきます。これすっごいね、これすごい、すっごいです。あ、うまっ、うまっ。ビールめっちゃ合う味する。そう、すっごい美味しい、これね、びっくりした、うんうん、これ多分ね、見てる人分かんないと思うんですけど、うん、めっちゃいいですよね。いい、本当にいいんですよ、うん、このレトロ感もそうだけど、うん、美味しいよね、うん、ね、もう本当嘘じゃなくて本当美味しい。なんだろう、なんだろうね、こうふわふわで、そう、なんか流行りのお好み焼きみたいな感じじゃないんだけど、うん、これ見てください、これストロングスタイルですよね、鉄板ですよね、うん、うまいなこれ、王道の、うん、あー、うまい、うん、もう汗だくですけど、うん、うまいね、うん、さっきの焼きそばもすごいいいし、うん、これ絶対寄った方がいいね、うん、もう駅からすぐそこですが、そうですね、だから電車で来る人でも全然、うん、歩いて15秒ぐらい、うん、もう最高ですね、うん、かずきもね、ビールは絶対いりますね、これ、うん、もうこれセットですよ。セットですけどね、朝日とキリンがありますから、うん、まあ、1本ずつか4本ずつか5本ずつか知らんですけど、うん、もういいですね、うん、まあ、席はね、あの3つしかないですけど、でもいいですよね、うん、本当に美味しいです、本当に。もう下宮来たら参拝して、うん、ここで一杯と、うん、もう最高ですね、いろいろ回ってきたけど、うん、もう締めはここしかないかな。本当にそう思っちゃったね、うん、これいいっすよ、うん、夏くんおかわりしてますからね。相当うまい。なんかめっちゃうまくないですか。うまい、わかる思わずね、うん、もう一回頼んじゃうっていうのはわかるんですけど、うん、美味しいよね、これはわかるわ、うん、俺も思ったじゃん、うん、もう一回食べたいなって。じゃあやっちゃいます、いつもの、うん、ビール、焼きそば、ビール焼きそば、もうこれだよ。ずっとこれですね。こちらお好み焼きのあしべさん。もう下空のしべではね、ここしかないですね。涙が出るほどうまいです。じゃあ夏くん、今日一日、はい、まだ伊勢の下空回ってきましたけど、このお参りも終えてね、はい、ちょっと神聖な気持ちで
なりますよね。本当になんかちょっと気持ちが現れた感じ、はい、しますよね、はい、でまた下宮の参道もね、はい、この前紹介できなかったようなお店も、はい、いろいろ紹介できましたし、あ、そうですね、ちょっとアクシデントもありながらやってるかなと思ってやってなかったけど、違う店があったと。そうそう、結構平日ですとね、やってないお店も多いんですよね。そうですね。ですけどまたそれはそれで出会いがあるというか、そうですね、また新しい発見もありますから、ディープな店もありましたね。そうですね、うん、またねやっぱり皆さん内宮行って、うん、おかげ横丁っていうコースが多いかと思いますけど、はい、やっぱりあの、まあ、混んでたりね、はい、ちょっと歩きづらかったりする時もあると思いますので、うん、ちょっとこっちもちゃんと、そうですね、寄っていただいてって感じですね。下宮の魅力ってねやっぱあるんですよね。だから本当にね、なんか満喫できる。そうですね。もう参拝もそうだし、うん、食事も美味しいし、はい、本当にいろいろ魅力の詰まった感じですよね。そうですね。伊勢下宮のね、参道グルメ、はい、一通り食べてきましたけども、はい、ここでいつもの振り返りやっときましょうかね。ぜひお願いします。それでは、3、2、1、GO!今振り返り終わりましたけども、どうでしたか今日一日。前ね寄りたかったけど行けなかったお店に行けたのが良かったんですけど、まだまだありましたよね。そう、どんどんね入れ替わってくんですよね。そうですね、うん、なんかなくなっちゃうお店もあるし、うん、新しくオープンする店も出てくるっていうことで、どん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 ね魅力的なお店出てくるんですよね。そうですね、また酒飲みからしてもちょっとあここ行きたいなっていうのを見つけちゃったりするわけですね。そうなんですよね。だから時間の兼ね合いでね、お昼休憩したりとかしなかったりとか、店によってそれぞれ違うんですけど、まあ、タイミングが合えばどんどん飲み歩けるようなね、感じもありますし、まあ、それは我々の腕の見せ所でもありますからね。そうですよね、はい、だからまた今後も新しいお店ね、どんどん紹介していきたいと思います。それではまたお楽しみに。それでは